株式会社バンジャケットは、かつて1960年代から1970年代に、かけて一世を風靡した、日本のアパレル企業。1950年代より、アメリカンカルチャーを取り入れ、日本にアメリカントラディショナルスタイルを浸透させた。60年代には、アイビールックや、ミユキ族など流行を作り、TPO という言葉で、着こなしや時々のルール等、 スタイル全般をイノベーションし、メンズファッションとライフスタイルの文化を築いた。1970年頃のブランドタグ石津健介が大阪市南区で創業した企業である。ニューイングランド風のファッションをアメリカ東海岸名門大学グループ、i イビーリーグにちなんで、i ビーと呼んだが、この i ビーファッションを VAN ブランドとして打ち出し、急成長を遂げた。i v は、 1960年代に東京、みゆき通りに集まる流行に敏感な若者、総称してみゆき族の間にも流行した。みゆき族の間では、バンジャケット社のブランド、VAN の紙袋を持つことさえオシャレであるとされ、VAN は、その後、日本のファッションシーンの最先端を走り続けた。IB ファッションの信奉者の中では、神様的扱いのブランドであった。 1970年代に至っても愛好者はいたようであり、また一つのジャンルを形成していた。青山に本社ビルを構え、企業内クラブとしてアメリカンフットボールのチーム、バンガーズを持つなど、当時時代の最先端を行く企業として若者の間の人気は高かった。50年代は紳士服を中心とし、スーツをメインとしたブランドだったが、60年代に入り、 アメリカのアイビーへとシフトした。その象徴となるのが1965年に発刊されたテイクアイビーという写真集。総勢8名のスタッフがアメリカの東海岸の発行からなる名門私立大学を総称したアイビーリーグ校へ行き本場のアイビーリーガーの撮影誌映画と本に収めた。テイクアイビーに続きアメリカの北東部のリゾート地をテーマにした k p c ディア。 ディスカバーアメリカなどシーズンごとにテーマを設け、若者に良きアメリカを伝えていった。1970年にはどんな時、どんな場所でも、どんな人にも語りかけるグローバルな服を多彩に創造していくというキャッチコピーとともに、企業ポリシーにグローバル愛を掲げ、各国で撮影されたビジュアルが残されている。1971年から72年の2年間に、 渡り展開されたキャンペーン、カモンスポーツマン73年、スポーツコミュニケーション74年、ウィーラブスポーツと70年代前半は、スポーツにぶつかっていく男にスポットを当て、週に1日はスポーツを、という合言葉とともに、明るく、活発で健康的という VAN のイメージを強く、アピールしたキャンペーンが開催された。青山に本社を建て行ったよ、 VAN タウン青山と名付け、関連のブランドが点在していた。丸紅と組み、あらゆる分野に、進出二十以上の自社ブランドのほか、海外ブランドともライセンス契約を結び、インテリアショップ、花屋、劇場まで経営した。九百七十一年に九十八億円だった。収益は九百七十五年には四百二十五億円となったが、九百七十六年に、 売上が落ち込み、1978年に倒産した。倒産を痛み、雑誌のポップイは、VAN が先生だったと題した VAN の特集号を出版、約22万部が売れた。1988年、エバーラスティングトラディショナルコレクションでは、IB ーリーグ校裁放士格校の風景が撮影され、1990年、南中ケットアイランドと、 改めて創業当時の良きアメリカを表現するテーマが掲げられた。2008年にアメリカのファッション系ブログに VAN の1965年の写真集テイクアイビーが掲載され拡散されたことをきっかけに2010年にブルックリンの出版社から英語版が刊行され、セッラルフ・ローレンやジェイ・クルーなどの店頭に飾られ、ネオ・アイビースタイルとして雑誌などでも話題になった。 1972年9月9日オープン。ちょうど VAN の絶頂期、利益の還元を歌い文句に作られた自主企画、自主運営の劇場。当初は企業内の行動の発想もあったが、宣伝部の中に専門の運営スタッフを置くことになり、自主企画、自主運営の道を歩き、短い期間ではあったが様々な文化的な実績を残すことになった。 石津健介自身がホールの名前を命名、関連企業のアルフレックスの設計部が設計した。99席入場料金が99円というのが当初のコンセプトであった。かつて存在していた株式会社ベルソンジャパンが株式会社版ジャケットのライセンス提供を受け、2001年12月より運営していたファミリー層向けのショップブランド。 一世を風靡していた当時は、価格が高くて手が届かないながらも憧れを抱き続けていた世代を狙って、ユニクロ並みの廉価な価格で、VAN の定番商品のコピーや、そのテイストを残してデザインされた商品が提供されていた。そのため、路面店は、期間店である、他の津店ほか数店のみで、基本的には、大英、イオン、伊東洋稼働などの GMS 内のインショップ展開を、 中心に店舗数拡大を全国にて行っていた。しかし、販売されていた商品のほとんどが中国で生産され、適切な品質管理を行わなかったため、安かろう悪かろうの評判が広まってしまった。また、従業員教育も粗雑だったため、次第に店舗ごとの売上高は減少していった。さらに、むやみな店舗数拡大が会社経営を圧迫し、 2006年3月に株式会社ベルソンジャパンは突然倒産した。そのため、全国の全49店舗は即日閉鎖に追い込まれた。なお、バンジャケット公式サイトにおいて発表された通り、株式会社ベルソンジャパンは株式会社バンジャケットとライセンシー契約を結んでいただけであり、株式会社バンジャケットとは直接的な資本関係などはない。AB アメトラ、デイビッド・マークス、DU ブックス、2017、P175 から 178AB、ストキング・ザ・ワイルド・マドラス・ウェア・ヤーズ・オブ・ザ・ i ビーリーグ、デイビッド・マークス、ザ・ニューヨーカー、ディセンバー1、2015ベルソン・ジャパン、VAN ・ファミリーショップついて、ありがとうございます。